覚えてる形で撮ったのが結局最終回に流されてるんで、答えは劇場で。ただこれすごい動画ですね。これは結構すごい、結構すごい動画ですよこれ、うん。松田聡公式チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、松田です。ということで、しんくんとのコラボの後編になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まあだからしんの龍騎最終話の考察、はい、まあ、もうめちゃくちゃ深いなと思って。ありがとうございます。で、まあ、一つ言えるのは、レンは命を落としてます。いやいや知ってるやろ。エリーに指輪を届けました。であのあと病室でこう倒れてるじゃないですか、はい、あの時にじゃあ僕があの最終回のメガホンを取った石田監督に、じゃあ何を言われたかをもうここでつまびらかに、これやばいじゃないですか、明かしましょうか。はい、お願いします。あの時僕が石田監督から言われた言葉っていうのは、松田、もうレンはエリに指輪を届けて、もうお前の人生はこれで完結したっていう風に思っていいだろうと。で、台本には絶命したレンと書いてある。これでいいかと、納得できるかっていうから、俺はものすごく納得してますと。秋山レンとしてうまく飛び立って着地しましたと。俺はもう 100% 納得してるんで、もう監督の演出に従いますよって言ったら、監督が、いや俺の演出とかじゃなくて、お前がここでエリに指輪を届けたその喜びをレンって全然笑わなかったろ1年間、だからお前はここで倒れて絶命してるんだけど笑っていいよって。はあ、鳥肌が立つな。それはだからレンが1年間笑いを出さない、みんなに見せない、ユイにしか見せないっていう風にしてた1年間我慢したお前の笑顔をここで出してもいいから、好きな表情でそこで倒れてくれって言われて、俺はあえてニコッとしながら死んでる。だからカメラに入らないくらいのちっちゃい声で、なるほどそうですって皆さん。そう、でもそれはもう監督の演出として、もう石田監督はもう田崎さんっていうメイン監督がいて、はいはいはい、で田崎さんがスタートして 1,2 話パイロット版を作って、田崎さんが作った枠組みの中でみんないろんな監督がもう暴れ回った中でも、石田監督っていう人はやっぱ最後もうとにかくこの龍騎を美しく着地させたいっていうので、最終2話49話シンジが死ぬ回ですね、で50話を撮って、で本当に愛情あふれる演出で最後決めてくれたんだけど、その石田監督がもうとにかく最後1年間我慢した笑顔をレンはここでやれと、それで人生を着地させてくれって言ってやったんだ。で最後のみんなが普通に街を歩いててすれ違ったりとかして、朝倉が自転車でちゃんとかやってて、最後レンとシンジがアトリという喫茶店の前でばったり会って、でお互い避けようとしてこう邪魔だ邪魔だってなるんですけど、さっき僕が言ったシーンですね。そうそうそう、前編でね、前編でシンが言ってくれたその話の、これは答えではないんですけど、これはまた一つの謎の投げかけになるんだけども、そのシンジは覚えてない、シンジはなんだこいつっていう目で見てくれる。そこで石田監督がまた言ったのが、レンはこれどうだろう、松田覚えてるバージョンってできるかっていう話をして、だからレンは勝者になって、はいはい、それで世界が一回もうリセットされてタイムベントに戻ると。ただ勝者に与えられる勝利者賞じゃないけれども、勝利者賞なんか優遇として、レンだけは覚えてるっていうのはどうだろうかっていうのが石田監督からあって、じゃあそれでやってみますって言ってやったのが、だからもう本当実験的に撮った、とりあえず撮ってみようか、はい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 、じゃあ俺それで覚えてる側でやってみますねって言って、覚えてる形で撮ったのが結局最終回に流されてるんで、 なので僕は覚えてる状態で演技をしてる。すごい。だからシンが言ってたその仮面ライダーの戦いがない世界が始まったんだっていうのは、ある種正解だし、ある種レンだけが覚えてるってことになると、一回あったってことなんだよ。あったってことなんだよ。あったはあったけども、うん、じゃあ戻ったっていうことなんですね。そうだからレン側からするとタイムリープみたいな、記憶を持ったまま移動してる。すごいじゃないですか。そんなことできるんですかレンって。いやレンのポジションのポテンシャルちゃうから、ね、いやすいません。いや逆に言うとやっぱりその、うん、じゃあ仮面ライダー龍騎の世界は20年経った今でも続いてるってことですね、うん、そうだからタイムベントを繰り返しながら、20年経った今でも繰り返してんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。そうですね。ちょっとあの歯切れが悪いですけど、なんでかっていうとその技術の内容ね、そのネタバレはできないんで、あなるほど、こっからもうガチで僕が語り出したらもうバキュンバキュン。そうですね、バキュンバキュン。あの、うん、じゃあスピンオフで、あの、はい、朝倉武だけ記憶あったじゃないですか。ライダータイム龍騎よく覚えてはですよ。朝倉が勝った世界線も存在するってことですよ。っていうことやんね。俺が勝者だみたいなのがあるってことですよね。女すまんねえからリセットだっつってまた戻ってきたんです。で、あの
スピンオフのであのスピンオフは結構面白くて、シンジもレンも覚えてないんですけど、でも2人ともどっかで見たことあるって言ってるんですよ、うん、なんかお前の顔俺は見たことあるような気がするって言ってて、あの朝倉だけが俺は知ってるぜ、うん、秋山、うん、お前のことってちゃんとセリフとして俺は知ってんだって。そうですよね、俺たちは殺し合っていたんだ、愛し合うほどにな、ということはですよ、やはり朝倉武が勝者の世界線があるという今の話でなってしまう。ほんまや、俺今それ今気づいてちょっと鳥肌だ。いや俺ちょっとそういうの紐解いちゃうからな逆に言うとそのじゃあシンジが勝った世界線もあるってことですね、そのなんとなく覚えてる、だからかなり遠い昔の記憶かもしれない、ね、一番最初の勝者がだからレンだったかもしれないですね、次の勝者がもしかしたらシンジで、そうなってくると、そうなってくると全員勝つ世界線、全員勝ってみんな覚えてたらどうするんですかみんなちょっとずつ覚えてる記憶を分け合ったりとかして、それくらいやっぱりその龍騎っていうのは本当に僕は美しいしずっと続いてほしいから、いやだからね、俺今ちょっと鳥肌が立ってるのは、シンが今あくまでもシンの考察として、はい、シンの予想として今話した一連の話あるでしょ、はい、それを持って劇場に行くと今回のギーツは腑に落ちすぎるかもしれない。えマジっすか、みんな行こうぜそれは行くしかねえ。いや俺今聞いててあなるほどなって、あそうやって考えると今回のギーツの脚本ってすごいなって思ったということは、じゃあ結構僕すごいと、いやすごい鋭い鋭い考察をしてる本当ですか、うん、ちょっと早く見たい、嬉しいです。いやでも本当にそんぐらい好きなんで、うん、龍騎は。いやだからなんだろうな、このギーツが龍騎にちょっと世界観が似てて、はい、要はデザイアグランプリって言って、うん、ライダー同士が戦うっていうのがあって、ただライダー同士がこう切り合うわけじゃない、ライダーたちそれぞれにゲームのミッションをクリアして、うん、なので競技としてライダーバトルに勝利する、でそうしたら世界が書き換えられて、その時脱落した人とかは記憶を失ってたりとかする、だからすごく龍騎と重なる部分があって、重なるですね、ただスパンがもっと短くて、龍騎、うん、みたいに1年間ずっと戦ってて、あ消えた消えた、はい皆さんライトがつきました、はい、はい、ライトがつきました、ちょっと暗がりでいろんな秘密の話でした秘密の話を、いやシーン鋭い、ありがとうございます。いやでもそんぐらいやっぱ龍騎は、うん、もう何回も見てますし、うん、大好きな作品なんで、もう端々からこうなんか、うん、紐解いてしまうんですやっぱファンとしては、あれって歩みなのかなとかね、はい、だからまあ本当にシーンの今の考察で俺はあなるほどなーってちょっと腑に落ちたから、腑に落ちたっていうか腑に落ちずに撮影したわけじゃなくて、はい、おーっていうな、まあこれだからもう言えないことが多すぎていやもう答えは劇場で、答えは劇場で、やったですよね、すごい動画ですね、これも結構すごい動画ですよこれ、うん、だってシーンはストーリー知らないですからね、知らないです、まだまだ見てない、まだ見てない、それで腑に落ちてるってことですもんね、僕の考察だからギーツの世界観と仮面ライダー龍騎の世界観がまあねうまく融合するんですな、これがまた、楽しみで仕方ないですね、うん、ちなみに、うん、何日から公開されてるんでしたっけ、12月23日から公開されてますので、はい、クリスマスはギーツやろ、お正月はギーツですよ、お正月ももうギーツやろそれはだからね今回劇場版って面白くて、はい、ギーツリバイスってなってて、ギーツと仮面ライダーリバイスがコラボして、ギーツとリバイスのコラボでずっと話が進んでって、多分ね劇場で見られた人はえここに龍騎チームなんてどうやって入るのってずっと思って見るわけですよ、でそれが満を持して出てくる瞬間がちゃんとあって、あーってなる、でその時には絶対に龍騎を愛してくださってた皆さんには絶対に満足していただけると思います。最高じゃないですか、はい、もうぜひ ね劇場で楽しんでいただきたいなと思います。あと僕松田さんのね人様の動画でお邪魔してこんなこと言うのもあれなんですけど、僕の夢言っていいですか、お俺がライダーバトルに参加して勝ち残ったらこれを叶えたいみたいな言っていいですかデザイアグランプリみたいな、デザイアグランプリ俺は、うん、仮面ライダーナイトのスピンオフ映画をやってほしくて、で、うん、ナイトのスピンオフ、ナイトのスピンオフ、それの主題歌をやりたいです。うわ出たシンが歌うまあシンガーなんで、シンガーシンガーになる前から友人ですよ、ね、そうなんですよ、ええ、松田さんとも15年付き合いですけど、やっぱりナイトを僕は もちろん大好き、龍騎を愛していて、でそれで松田さんと出会って松田さんの人柄も知って、うん、で俺は松田さんやっぱ大好きで、そんな松田さんが僕はやっぱナイトとしてこう演じてるって胸熱なんですよ、ここまで来たらもうやっぱもう一回仮面ライダーナイトとしてもうスピンオフを作ってほしいですよ、これはこれはただのファンのあれですよ、人様の動画で申し訳ないですけど言いたい放題言ってスピンオフをやっていただいて、いやでもそうやってシーンみたいに思ってくれてる人が全国にいた場合これは動きますよ、みんなコメント欄書こうぜこれはもうスピンオフをやってほしいです僕は、
ないと、うん、俺もやりたい、もうめっちゃやりたい、うん、やっぱ龍騎の世界観はやっぱり輪廻してるとか繰り返されてるわけだから、そうそうそう、その中でやっぱナイトを描くそのものがあってもいいんですよ、っていうか何でもいいんですよ。アウトサイダーズにナイトやってくれって言おうかな。でも悪ではないですからね。悪ではないですから悪ではないけど、はい、ある種アウトサイダーではある。まあ確かに確かに確かに、うん、そうですね、立場的には、立場的にはね、うん、ねめっちゃめっちゃ納得するねじゃない。いやでも本当に僕はこれ夢で、あの願いを叶えるために俺はライダーになります。あ、ライダーになって勝ち抜いて、はい、勝ち抜いて、はい、で手間かかる。歌ったらええやん、もう。そうですね、歌いながら戦おうかな、うん、歌いながら戦う。はい、いやそんな感じでね、もう楽しみですね。じゃあそれ皆さんちょっと歴史の証人になってくださいよ、うん、いつかシンが仮面ライダーナイトのスピンオフでオープニングを歌ってたら、うん、うわシンやりよったっていうね、はい、そのようになってもらえるように、じゃあ我々引き続き頑張っていきますので、はい、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。ではありがとうございます、シンくんでした。